Thank you.
よし、これで50本連続。さすがだ若林君。はい、行くぞ。おこんばんあわかくおい、そしてにあアメリカでおそれじゃあみんああなみあはっついたぞ。ああわたつかへまよしよっカージナル氏の会社で開発された翻訳機だ。たけるみこのどうやら開幕が近づくジュニアユースワールドチャレンジ、その大会参加チームが続々と会場入りしています。中でも優勝候補の一角ドイツジュニアユースチームには多くの取材陣が詰めかけています。ドイツチームの注目選手は今大会でも得点王候補筆頭に挙げられるドイツの若き皇帝と呼ばれるカール・ハインツ・シュナイダー君、ヨーロッパナンバーワンフォワードです。おっと、オランダジュニアユースチームも到着した模様です。キャプテンはブライアン・クライフォート君、彼のプレーもまた今大会の見どころの一つです。さらにもう一チーム、イタリアジュニアユースチーム。イタリアのキャプテンジノ・ヘルナンデス君はヨーロッパナンバーワンの呼び声高いゴールキーパー。今大会彼からゴールを奪える選手は果たして現れるのでしょうか。あれがヨーロッパの選手たちか。よしみんな、え、ああみんな聞いての通りだ。明日以降は実戦も入る。
君が翼大空だね。これはまた、え、お、ちょっと、あ、ど、わ、そ、中学と、と、はい、この、ん、な、え、君は中、す、すば、部下、そうか。だが、もしも気が変わったら、いつでも、君は、え、こん、明日の、あ、カージナルさんは南葛と東方の決勝戦以外も、ああ、いっ、あ、あつ、もな、なあ翼、お前だ、へえ、でも、で、おくったけ、よし、いっ、はっ、な、はっ、全に、に、この、負け、お、わ、あ、い、ま、あ、全国中学生さ、翼、な、な、みん、お、アメ、ヒュッ、お、ペッタ、出ました、つ、に、無造作にボールを打ち上げた。ひゅ、あ、出た、も、だ、ダメだ、こんなものが、アズマックス、く、あ、ちょっと、パオ、おお、ミルク、あ、ブル、ザ、アメリカ、また、負けるもんか。それでも翼くん、意地のドリブルでアメリカディフェンスを突破にかかる。すごいと、これが日本の生んだサッカー小僧、大空翼だ。今だ、あと、つ、つ、たか、翼くん、やはりここは交代です。足の怪我が大したことがなければい、ここで試合、日本、試合、あみ、ま、さい、まさに俺たちが、何も、全然大したことないじゃないか。なんどうせデータ、ま、
つまりなさって。で、あれが翼大空か。彼は